ちょっと語っていただいて大丈夫です。本日はお忙しい中ご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまより2023シーズンジュビロ磐田新体制発表記者会見を始めさせていただきます。はじめに株式会社ジュビロ代表取締役社長浜浦幸光よりご挨拶させていただきます。お願いします。新年明けましておめでとうございます。昨年12月22日、ジュビロの、代表取締役に就任しました、浜浦幸光でございます。日頃からジュビロ磐田にご支援いただき誠にありがとうございます。新体制発表会見の前にお伝えしたいことがございます。昨年ありました一連の契約問題についてジュビロ磐田に関わるすべての皆様にご心配をおかけしたこと心よりお詫び申し上げます。スポーツ仲裁裁判所からの裁定は下されましたが、現時点では結論に至った理由はまだ明らかにされていません。ジュビロ磐田としては、最終的な裁定は受け入れて、ガバナンス体制の強化など、再発防止策の検討を行ってまいります。では、改めてご挨拶させていただきます。昨年ジュビロはJ1 で最下位となり、ファンサポーターに皆様には大きな失望感を与えてしまいました。私としてはジュビロ磐田を立て直す、何とかしなきゃいけないというのが率直な思いです。一つ一つの課題を正面から受け止めて将来見据えた対応を心がけたい。またこちらにいらっしゃる世界で活躍された藤田俊也さん、あと、昨年ワールドカップで世界と戦ってこられた横内さん、他のスタッフとともに、コミュニケーションを取りながらチームとしての方向性をしっかりずれないようにマネージメントしていきたいと思います。きっちり現場を全面的にサポートしていきたい、そういう思いです。今年はジュビロ磐田30周年の節目の年となります。これから這い上がっていくジュビロ磐田、ファンサポーターの皆様と共に歩んでいきたいと、このように思います。J1 復帰はもちろん、こちらにいらっしゃる後藤選手のような若手が台頭し、新しく生まれ変わったジュビロをお見せしたいと思っております。引き続きご声援いただきますようよろしくお願い申し上げます。私からは以上です。皆さんこんにちは。スポーツダイレクターの藤田です。皆さんの前でこうやってお話しさせてもらうのは、昨年の9月 の、 その自分の就任会見だったんですけれども、たった数ヶ月前のことが随分もう前で、今日この新体制発表、この会見に臨むにあたってもう何となく感覚ではもう2シーズン目になってしまったっていう、もう2シーズン目だけどまだたった数ヶ月という、このなんか不思議な感覚にとらわれて今日を迎えました。で、今日10時からこのジュビロ磐田の2023シーズンがスタートして、ピッチでこう選手たちを見て、新体制 の、 その横内監督以下コーチングスタッフ見て、何とも言えない高揚感がありました。昨年とは全く違った景色がこれで見れるんじゃないかというふうな自分の高揚感と、期待感と、それでたくさんの皆様に集まっていただいて、その皆様にそのジュビロのサッカー、そのアグレッシブで想像力があって、ボールを大事にして見ている方がみんな楽しんでもらえるようなサッカーが、これからこう作り上げていけるんだというね、なんかそんなこう期待感、高揚感がありました。で、昨年9月からですけれども、その
原油戦力はものすごくポテンシャルがあると感じてます。さまざまな問題がありまして、その新しい選手は今シーズンは加入してませんが、レンタルでプレーしてた選手が戻ってきたり、昨年までいた選手たちが引き続きプレーをしてくれるということで、今シーズン戦える戦力が十分あると、まだ私自身思ってますし、今回来ていてくれた横内さん以下コーチングスタッフはきっとそういう選手たちをきちんとまとめ上げて、ジュビロの理念でもある、まあ、最大の目的でもある夢と感動を共にというそのもとの中に楽しいサッカーが展開できるんじゃないかなというふうな、そんな今日を迎えました。これから楽しみなことばっかりかなという、そんな今の状況です。こうやって先ほど、まあ、天田社長の方は僕のことを世界で活躍したと言ってくださいましたけども、全く世界では活躍できてない状況の中にあると自分は思ってますし、そういう思いを、まあ、後藤選手なんかに託して、うん、これからの、うん、選手たちにそういう方向づけをしていけたらいいなという、強いチームを作ってここからたくさんいい選手が世界に出るという、そんなクラブになっていければいいなというふうに思います。まあ、2023ジュビロの新シーズンもぜひよろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、今シーズンより、ジュビロ磐田の監督を就任することになりました横内と申します。よろしくお願いします。座ってもいいですか。このジュビロ磐田という本当に歴史と伝統のあるクラブに、ファミリーに私をこう呼んでいただいて非常に嬉しく思うし感謝しています。それと同時に責任の重さっていうのも今重々というか、今朝練習をしてきました。で、選手を前にしてさらにその責任という重さを今実感しております。まあ、今置かれている我々の状況というのはそんなに簡単な状況ではないと思いますが、目標に向かって、チーム一丸、クラブ一丸で目標を向かって邁進していきたいなっていうふうに思っています。今後ともご声援どうぞよろしくお願いいたします。ユースから昇格しました後藤圭介です。自分の夢にあったジュビロ磐田でプロサッカー選手を始められることすごく嬉しく思います。一日でも早くヤマハスタジアムで活躍できる姿を、ファンサポーターの皆さんに届けられたらいいなと思ってます。その監督オファーをいただく前には私JFA の方で仕事をしてまして、大きな大会がありまして、まあ、その大会に向けて、まあ、集中してやってました。で、終わって、ジュビロ磐田さんからその正式にオファーをいただいて今に至ってるっていうところで、ただ、まあ、藤田スポーツダイレクターとは、JFA の時にも一緒に仕事をしてまして、いろいろこうサッカーの話だったりとか、まあ藤田スポーツダイレクターがジュビロに戻られてからも何とかこう、まあ、電話で話をしたりとか、まあ、そこにオファーとかでは全くなくて、本当にこう友人としてこう話してて、で、終わったところでもう正式にこうオファーがいただいて、で、僕としては前々から監督のチャンスがあればやりたいっていうふうにずっと思ってまして、で、そこにジュビロさんからこういうオファーをいただいたときには、あ、もうこういうチャンスはないなというふうに僕自身思いましたし、ジュビロ磐田というクラブは僕はいつも外から見てたんですけども、やっぱりこう先ほども言いましたけど、やっぱ伝統のある J リーグも取った、カップ戦も取った、アジアも取った、まあ、そういうね素晴らしい成績をこれまで上げてきたクラブ、そのクラブの監督
っていうオファーをいただいた時には少しまあ身が震える思いじゃないですけど、うん、やらせてもらいたいなっていうふうに率直に思いました。本当にあのそういう意味では、非常に感謝しております。あのまずいろいろな制裁があってあの選手の補強ができないということももうあのなんていうのかな、まだその時はどうなるかわからないところだったんですけども、まあ、実際はそういうふうになって、昨年の選手の戦力でやると、まあ、もちろんレンタルバックで帰ってくる選手数名いますが現状は昨年と同じだというところ で、まあ、僕も何試合か試合も見ましたけどもあの決して J1 の中で選手が劣っているとは僕は思ってません。でこの戦力でじゃあ次 J2 を戦うっていうところで、ただあのこうやって言うとじゃあ簡単に J1 上がれるかって言ったら絶対そんなことはないと思ってます。あのかなり厳しいあのシーズンになるっていうのは覚悟してます僕は。でもあのその戦力だけ見ると僕は十分戦えると思いますし、で、まあ、僕がどういうことをやりたいかっていうのはあのただ残念ながら例えば一人で試合を決定づける、まあ、一人で10点20点30点取ってくれる選手って、まあ、正直いません。じゃあ一人で全部守れる選手がいるか、それもいません。ただ選手がチームとなってグループとなって戦った時に、ね、それに近い僕はなんていうのかな、成果っていうのは上げられるんじゃないかなっていうことはまあ、映像しかまだ見てませんが確信してます。チームとして戦える集団が作ることができれば我々は目標を達成し、しかも、次のステージに行った時にも安定した戦いができるかなっていうふうに思っております。そうですね、2人ほど別メニューにはなったんですが、みんなそれぞれ、なんていうか仕上げてきたではないですけどしっかり準備してきてくれたなっていうのは第一印象です。まあ今日一日で全てはちょっと把握するのは難しいんですけども、まあ、第一印象はみんな元気でやってくれたな、やってくれてたなっていうふうに思っております、はい。ステージが一つ下がったとはいえ J1 で、まあ、失点の数っていうのはやはり改善していかなきゃいけないなっていうふうには思ってます。同じような形でやっても多分 J2 でも多分やられると失点してしまうなっていうシーンも何シーンかやっぱり、僕が見た中ではあったので、そこはまずはやっぱり取り組まなきゃいけないなっていうふうには思ってます、はい。形に関してはまだフラットに見てます。まあ皆さんがよく口にする3バックなのか4バックなのか5バックなのか、まあいろいろあるとは思いますけども、もう少し選手を見てからそこは決めたいなっていうふうに思ってます、はい。そのポイントが僕のポイントが合ってるかどうかもまずわからないんですけども、まずその子たちが上手くなりたいっていうかそういう気持ちを持ってるかどうかですかね。まあ今ここに後藤選手いますけども、まあ、彼もやっぱり上手くなりたいっていうそういう気持ちさえあれば僕は必ず成長できるし今現在よりも必ず良くはなると思います。そこのまずはそれがないと多分僕たちというかスタッフが言っても多分響かないと思うので、まあ、それが一番ですかね、はい。すいませんこんな答えで。まあ、自分の夢はワールドカップ優勝なので、まあ、そこの目的にずれないように、まあ、1年目ですけど、まあ、上手い選手たちが周りにたくさんいるのでその選手たちからいいところを盗みながらやっていくのがまず自分の今やるべきことかなというふうに思ってて、まあ、その
後のことはそこに行ってみないとわからないので、まあその時その時に自分より上の選手を見て、どん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 その選手たちを超えていけたらなっていうふうに思ってます。はい、そうですね、まあ自分はフォワードやるときは背後の抜け出しだったり前線からの守備が売りなので、そこを見てほしいっていうのと、まあ、ボランチをやるときだったら高さと長さがあるので、まあ、競り合いだったりその守備の部分で狩る仕事っていうところを見てもらえたらいいですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、監督からもありましたけど、僕がヨーロッパに住んでて、まあ、オランダに住んでた時に視察で来てもらった時に、やっぱり長時間のドライブする中でどうしてもサッカーの話ってしますよね。5時間6時間2人で乗って、その時にこうボールを大事にしてこうアグレッシブに、そして想像力のあるプレーとかっていう、そういうワードがすごくこう自分と共通のワードがあったっていうのが、まあ、もちろんなんですけれども、僕にはない強さがあるのが横内さんで、やっぱ横内さんのその強さに僕は惹かれたかなっていう。そのどちらかって言ったら僕はそのこう想像力のあるとか楽しいとかふわっとした言葉にこう流れてしまいがちだと自分は思ってるんですね。でも自分はその強さがないわけではないと思いますけど、表現はどちらかって言ったら苦手。そういった表現する強さが横内さんにある。で、横内さんが監督をもしやると言ってくれた時は、僕は一番にオファーを出すよっていう、その時は全くの冗談ですけどね、言ってましたというようなこう関係性でしたね。ただ正直こういう場を迎えられるとは思ってなかったですね。そんな簡単に来てもらえると思わなかったですし、この立場になって監督とかコーチ選びってすごい大変だなっていうのは、こう最後までなかなかこう決めることはできなかったですし、ヒヤヒヤしました。やっぱコーチ業は長くてですね、いろんな監督の下で仕事しましたけど、まあその全ての監督さんからはいろいろ学んできました。でやっぱりこういいとこもあり、その悪いとこじゃないですけど、その欠点っていうのももちろんあると思うんですよね。だからそういうところを見ながら、まあ、いつか自分が監督になった時にはどうしようっていうことは常にもう考えていました。で、まあ、一番影響を受けたっていうのは、まあ、ペトロビッチさんと一緒に仕事した時は、かなり影響を受けました。はい。で、脈というか、そういうのは僕の中にも多少あるかなっていうふうに自分では思ってますけど、これをペトロビッチさんの前で言うとふざけんなっていう話には多分なると思うんですが、まあすごく影響を受けた方かなって思ってます。あとやはり、つい最近まで一緒に戦ったあの森保監督にもすごく影響を受けております。ただ他にもたくさん僕監督さん見てきましたけど、その人たちの本当にいいところは本当に学ばさせてもらったなっていうふうに思ってます。サッカーに対する考え方だったり、その選手と向き合う関係だったり、そういうのは僕そんなに変わってないかなっていうふうに思ってます。で、ただ代表のコーチングスタッフになってからは、その国内だけの試合を見るんではなくて、もう本当に海外の試合見る機会が増えたし、その本当にトップトップでやってる海外の選手を目の当たりでこう見れるチャンスがすごく多かったので、すごく考えさせられることが多くなりました。どうやったら日本そこに追いつくかとか追い越すことか、まあ、そういうのはすごく考えながら考えさせられる期間だったなと。で、まあ、それをじゃあ自分でどう落とし込むのかっていうところで、まあ、少しその代表で仕事する前よりは幅がちょっと広がったじゃないですけども、いろんな観点でこう見れるようにはなったかなっていうふうには思ってます。はい、僕しかいないっていうそのやっていうふうなことは言われましたね。
で変えてほしいっていうか、そのまあ、あのもちろんいいものはしっかり残しながらっていうところと、新しく変えていかなきゃいけないっていうところと、で俺にあの私にやってほしいっていう強いあの思いを言っていただいたので、はい、断る理由はありませんでした、はい、共通して言えるのはみんな優勝経験があると、選手としてもちろん指導者として、まあ、西野内か選手としてか、まあ、あるんですけど、もちろん優勝したことがある人を選んだというわけではなくて、優勝するために何をしなければいけないかということを知っている人、コーチを選びたかった。で今の選手たちにその毎日の準備や勝つための準備やプロ選手としての心がけっていうのをこうきっと示してくれるんだろうという、ちょっと清水商業って言われるとなんかつながりで選んだみたいになるんですけれども、あの決してそういうわけではなくて、その人材をそのと選んできたっていう。でまあ三浦雲丈さんに関しては小学校からずっと育ちが一緒で、僕ほど彼のことを知ってる人はいないと思う。だから信頼してます、はい、代表ってい いうところはですね、あの本当に時間がないんですよね。あのまあこの間のまあワールドカップもそうですし、親善マッチとかでももう選手が来てもう2日ぐらいであの準備して試合して、でまた中は3日で試合してとかっていう感じで、まあワールドカップもそういう感じで、とにかく時間がない中で、あのその中でじゃあ何をするか、あの削っていかなきゃいけないことも作業もしなきゃいけない時も結構あって、そういう意味で何が大事か、優先順位をつけるっていうのはすごく大事になってくる。でそれはまあクラブでももちろんあの今シーズン試合数多分多いと思うんですよね。あのでルヴァンカップもありますよね。で、まあ、天皇杯だったりとかっていう、そうなった時にこう連戦になった時にどう自分たちで整理してどう選手に伝えていくかっていう作業っていうのはまあ代表で経験してきたことなので、それはこうジュビロでもうまくやれるかなっていうふうに思っております。あとはまあ戦術的なことだったり、そういうのはまあもう少しジュビロの選手を把握してから少し考えようかなというふうに思ってますけども。高校何年生とかっていう感覚があまりなくて、プロ選手でやっていけるその素質とかその精神面やその彼の才能というところで、もう少し早く我々のトップにジョインしてもよかったんじゃないかなというのが本音です。ですからちょっと遅いぐらいですね。だけどスタートしていく中でやっぱりサポートが必要なんですね。そういったところは繊細に、まあ、彼をサポートしながら大胆にチャンスを与えていって、次のステージにこう向かっていってほしいなという、あまりこう期待してるというプレッシャーをねかけたくないんですけど、あの十分やってくれると信じてます。まあ、まずは開幕スタメンというのはもう狙ってますし、まあ、スタメンじゃなくてもベンチに入って出場するっていうのが今の目標っていうか第一で、まあ、シーズン通しては15ゴール以上に絡めればいいかなっていうふうに思ってます。自分のそうですねプレス像はあんま決まってないですけど、他と被らないように自分の良さをどれだけ幅を広げてアピールできるかなっていうところですかね、はい、そうですね、とにかく選手には試合に関わるというか、そのボールに関わる、それはまあ攻撃も守備もポジションも関係なくそのゲームに関わってほしいなっていうふうに思ってます。あの関わり続けることでやっぱりそのクリエイティブなそのプレーだったりとかコンビネーションだったりとか、そういうのが初めて、生まれると思いますし、でまああの僕後藤選手のプレーはあんまり見てないので、ひ
ょっとしたら後藤選手が今10点って言いましたけど、2、30点取ってくれるんであれば後藤選手頼みでやろうと思いますけども、まあ、そういう一人だけがこう頑張ってっていうよりは、僕はチームとして点を取る、チームとしてあのボールを奪う、ゴールを守る、まあ、こういうサッカーをやっていきたいな。だから点を取るのもそのフォワードの選手じゃなくて、極端に言えばゴールキーパーだっていいわけですし、あのゴール前で守るのがひょっとしたらあのセンターフォワードの選手だって僕は構わないと思ってますし、まあ、それがチームとして、やれればいいかなというふうに思ってます。いやちょっと難しい質問ですねそれ。あのまあ我々の仕事って結局その第三者というかあのが評価していただける仕事だと思ってますので、あまりこう自分がどんなっていうふうにあまり見たことがなくて、ただ一言で言うと声がでかいっす。はい、以上です。すいません。あの昨年お伝えしたことのそのビジョンに関しては全くその変わりなく、これからもそれを目指して2026年もちろん優勝するということをあの貫いていきます。それで、まあ、現状 J2 のステージで戦うということですので、ここから1日も早く1シーズンでも早く上に上がって、そしてまあ監督も先ほどお伝えしましたけど、 J1 に行ってまた J1J2 みたいな、そういうことはもう二度と繰り返したくないと。で J1 に行ってどうやって戦えるかというチーム作りをして、 J1 の中で勝ち切って、そして世界に出ていくという、そういうビジョンのもとに、まあ、2026年だけじゃないですけれども、これからのジュビロのサッカーというのを構築していって、ジュビロのスタイルっていう、そこから出ていく選手が日本だけじゃなく世界で活躍できるというような、そういうステージで戦えるような選手がたくさんここでこう育つような、まあ、そういうチーム作りをして、まあ、我々はそういう環境作りをするというのが、まあ、ビジョンの中の大きな目標でもあります。プロになったなっていうふうに感じてます。いや練習でお客さんがああやって多く入ることだったり、こうテレビ取材、新聞の取材を受けるっていうのはプロになったなっていうふうに感じます。緊張しました？いや全然緊張はしないですね、はい、やっぱファンの数っていうかファンの人、やっぱ神尾の号でやってるんですけど、そことは全然違うなっていう、芝もやりやすかったですし、そういう人の前に立つっていうことがすごく楽しかったなというふうに思います、うん、中3の時に鹿児島キャンプでエスパルスからゴールを奪って、思い出のある背番号なので、まあこれにしました。そうですね、やっぱ年が近い陽介くん、ケン君、まあ、海斗くんだったり、まあ、地元が一緒なコウ君とかは今日は話してもらいました。結構まずは試合に出ること、開幕スタメンを狙っているので、まあ、そこは頑張って狙っていきたいですし、まあ、シーズン通して見るなら5ゴール10得点に絡むっていうふうに自分の中では決めているので、まあ、それが達成できるように練習からアピールして頑張りたいと思います。まあ、練習から 100% でやってアピールすることが試合に出ることにつながると思うので、まあ、試合に出なかったらそういう結果っていうのは得られないと思うので、練習が重要になってくるかなというふうに思います。ユースから昇格しました後藤圭介です。皆さんの前でヤマハスタジアムで一日でも早くたくさん自分のプレーが見てもらえるように頑張ります。応援よろしくお願いします。